独特の香りが出します。ちょっとフルーティー、フルーティーな感じになる、うん、あんまり僕ブレないかな、うん、もうなんか決まったな、うん、本日のワインはルカツテリという白ブドウから作られたジョージアのオレンジワインです。ジョージアといってもアメリカのジョージア州ではありません。ヨーロッパの東の果て、アジアとの境界に位置するジョージアという国のワインです。一昔前まではグルジアと呼ばれていた国です。昔々に使われていたクベブリと呼ばれる粘土製の容器でのワイン作りが温故知新として近年ブームになっており、これが世界最古のワイン醸造法としてなんと2013年に世界無形文化遺産に登録されました。さて一体どんな味わいなのでしょうか。さて始まりましたブラインドワインテイスティング、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきましょう、うん、もうここからテイスティング始まってます見てください、この色、色がすごいですね。もう決めたんですか。見た目で決めるこれね。それじゃあのうちの視聴者も納得しないですよ。そうです。無理ちゃったね。ゴゴティーか。ゴゴティーか。でもなんかジャワティーか。ジャワティーじゃないな。100-200ぐらいあのテスティングして取るじゃないですか。その後になんか出さなくなってもうジャワティーが。やばいな、ジャワティー。怖い。オッケーです。行きましょう。お願いします。お願いします。ジャワティーではなさそうです。濃いですよね。濃いですね。うん、あ独特の香りがいたします。あんまり僕ブレないかな、うん。もうなんか決まったな。うんうん、品種どっち行くって感じだけどな。うんうん、ただこのスタイル、まあ言っちゃいますけど、オレンジワイン。オレンジワインですね。まあ、割とオレンジワインってもうあの世界中で作ってます。なので、白、赤、ロゼ、オレンジなので、まあ、品種も国もスタイルも世界中で割と存在してますけど、その中で、どこに行くかですよね、うん。なんか、どうしようかなっていう。一応、まあ、イタリアとかもあるし、フリウリもあるけど、この感じ、クベブリ系のジョージアじゃないかな的などの感じですか。なんかやっぱりちょっとくぐもったニュアンスというか、うん、ナチュラルにより近いニュアンスというか、うん、イタリアってそこにちょっとセイボリさ入るっていうか、ちょっとこうフルダルオーダル感出るんですけど、そういう感じじゃないですよね、うんうんうん、あそれも合わさって色もね濃いですからね、うん、濃いしめちゃめちゃジンジャーの香りしますね、うんうん、あれじゃないシュラインじゃないですよ生姜のジンジャーですよ、はいはいはい、神社そういうことね。寺の香りとかだね。神社の香りとか。まあ、お香の香り。色の香り。確かにちょっとお香じゃありますけどね。ちょっとあるけど、お香の香りは。クベブリって難しいと頼みましたけども、うんはい、クベブリで使うと、どういう香り味わいって、これ結構これ難しいんですよね。これってクベブリだけじゃなくて、クベブリで全貌発こうしてるかどうかも大事だし、うん、よく言うじゃない、滞留するって、はいはい、だって別にボルドーでも今クベブリ使ってるし、うん、別に日本でも使って言われてる生産者もいらっしゃいますし、うんまあ、クベブリで全貌発酵で白ワインを漬け込んで、うん、茎ごとっていうか漬け込んでオレンジにしたらこういうものが多いというやつなので、うんうん、一概に言えないですよね。だってそれで全貌じゃない人もいますし、うんうん、あの皆さんの概要欄にある詳しくはあの醸造方法とかはテクニカルシート情報をまとめていますのでぜひご視聴ください。でも普通でいけば、まあ、一応騎士とかあるけど、うん、ルカステリかもツバネのどっちにしようかなっていうのが多分共通なんじゃないかなっていう、うん、ソリコーリもありますね。あソリコーリソリコーリありますねソリコーリかかる T から始まるソリコーリとか騎士いいっすねルカステリ、うんムスバネ。ジョージアで一番栽培されている白ブドウ品種がルカツテリ、2番目がムスバネですよね。この2品種は何がどう違うんでしょう。
ルカツテリの方が割と酸が強くてフレッシュな感じというか、うんうん、エレガント系ですよね。ムツバネの方が果実味がちょっと立つっていうのがちょっとフルーティーな感じになるっていうのが、うん、まあ一般的なやつですけど、ルカツテリは柑橘系ですね、うん、だ作り手によってもそれ違うんで、うんうん、意外とルカツテリだけどムツバネ風のリッチな人もありますよね、うん、こういうやっぱ醸造がメインのワインみたいなところがあるので、うんうんうん、ちょっとねルカツテリみたいなムツバネもあったり、ムツバネみたいなルカツテリもあったりするので、うんうんうん、いや僕はまああんまり変わらないかな。もうそのどっちかに迷ったけども、そのどっちかも決めたとか。スパイスが結構ピリッとする香りがして、私実は今日のために昨日ルカツテリとムツバレを飲み比べてるんですけど、この日のために飲んだんですか。この日のために自分からハードル上げてくるタイプですね。どっちだったかな、今結構温度低いんでなかなか難しいです、うん、はい。やっぱフルーツの香り上がってくるとムツバネと思ってるんですけど、ちょっと今まだ取れないかなって言って、うんうん、確かにルカツテリが一般的には要はニュートラルで、うん、ムツバネがアロマティックっていうところです、ね、そうですね、はい、ミカさんちなみに昨日飲んだミカさんは昨日飲んでどっちだったか、このピリッとするのがどっちかだったんですけど、なるほど、どっちかは分かるけどどっちか分かんない。でもルカツテリにします。すごいですね。あ、もうルカツテリにします。メンバー変わるのに、はい、そういうワインが当たるってすごくないですか。確かに目の前に出てくるというのが、昨日飲んでたとしても昨日飲んだワインが来たと。さて、もうミカさんがね、あの答えたくてうずうずしてるので、じゃあとりあえずミカさんから先ね行きましょうか。まあ、お国はジョージアだと思います。お国はジョージア、カヘティ、カヘティ、はい、で、まああのルカツテリとムツバネ迷いますが、ルカツテリ、うん、ルカツテリ、はい、ブレンドもたまにありますけど。あ、そうなんですか、まあ、ルカツテリですか。はい、ソリコールじゃないですか。それ知らない。騎士ではないですか。騎士は気の飲んでないので、はい、はい、ルカツテリ 100%、 はい、はい、あ、お値段、ヴィンテージ、ヴィンテージの価格ですね。ヴィンテージは2019年、19、はい、お値段が、ちょっと自分で買ったことがないから、どういうことですか。ちょっとそれはその突っ込まざるを得ないですから。突っ込まざるを得ないですか。くれる人がいるんですか。上手やどうなんですか。他の競技が多いならまだしも、上手やすごいな、上手やワイン親善大使かなんか送られてくるんです。皆さんが持ってくるので、あ、自分では持ってったことがないんで。3200円。そうだね、はい、はい、じゃあどうしましょう。大豆さん整ってるって、じゃあ大豆さん行きましょうか。僕、ルカツテリ。お、同じくルカツテリ、はい、ジョージア、ジョージア、ジョージアの、もちろんカヘティ、カヘティ、はい、で、ヴィンテージ2020、はい、3500円、3500円、パパリバレー、パパリバレー、生産者、ね、生産者言っとこうかな。馬のやつですね、馬のやつ、はい、たてがみのやつですね。はい、じゃあ最後片山さんです。私もルカツテリーで、おー、まあ、ジョージアで、はい、2019で、値段はもうちょっといって4200円、4200円、いいですか。はい、はい、ということで、国、産地、そしてブドウ品種全部揃ってますね。ヴィンテージが19か20かで、価格が3200円から4200円ということで、下手したら10点満点もありえそうな階段ですけども、ムツバレになったら全滅ということです。さて、行きましょう。まあまあ、ローキャップなんだ、スバレなの、ドゥーン、何、ヌカツテリ、ヌカツテリ、で、ヴィンテージが2021年ですね。あら、若い、あんまりないですね、ヴィンテージで全滅か、はい、はい、ということでいきましょう。まずミカさんは価格が合ってますね、もちろん国とブドウ品種合ってますから、6点プラス価格ということで8点でございます。で、太蔵さんは、品種国と、ヴィンテージがニアピンの価格も合ってますから9点。あ、で、片山さんが、
6点ですね。国と品種の6点ということで。はい、また太蔵さんニアピンです。9点なんで。もうちょっとですね。はい、この前にちょっと私の好きなところ、そうは言っても結構クリーンですよね。クリーンですね。なので、なんかジョージアのこの手のワインを入門編として飲みたいっていう方には結構おすすめできるタイプかなと思って。さて、ジョージアのワイン、飲んだことない人もたくさんいると思うんですけども、皆さん、ジョージアのワイン、どんな印象をお持ちですか？そうですかね。でも、ルカツテリで作ってるワインじゃなくて、意外とヨーロピアンスタイルっていうか、クベブリじゃない、オレンジワインじゃないものの方が圧倒的に多いらしいんですよ。多いですね。でも僕らはジョージアワインはクベブリでってやっぱ思っちゃうんですけど、だそこをあまり混同しないというか、過去に、ブラインドテイスティングコンテストで、ルカツテリ出たことあるんですけど、クベブリタイムじゃなかったんですよ。まあ、要は通常のというかクリーンなヨーロピアンスタイルな。誰も当たらなかったんで、ある程度その僕らがブラインドテイスティングするときはスタイルから探っていくっていうところなんで、まあジョージアに行きますけど、まあ難しいですよね。普通のやつが出たら、普通に国際品種も作ってるんで、カブリナソーヴィニヨンとかメルローとかも普通にジョージアって作ってるんで、まあ一括りにするのは難しいですね。ただブラインドで出すとしたらクベブリタイルが出るはずなんで、まあ出ることが多いんで、はい、どうですかね。まあでも日本でやっぱり売ってるのがこういうタイプがほとんどなので、まあ日本で飲んでる限りはこれがジョージアこれがジョージアっていいんじゃないですかね。入り方ですけど、入り方としてはオレンジワインブラインドで練習されたい方はルカツテリとムツバネと赤はサペラビを飲まれると、はい、うん、なんとなく。そうですね。この3つをしておけば、まあ、ジョージアワインの全体像が見えると思うんですよね。はい。ということで、皆さんの気になったらジョージアワイン飲んでみてください。クベブリね、世界遺産に登録されているワインのね、唯一の作り方でございますので、はい、飲んでみてください。ということで、ありがとうございました。します。ありがとうございました。色そんな濃くないけど、タンニンはわりかしガシッとしてますね。やっぱり皆さんイタリア系は硬いかなみたいな。イタリアっぽいけどな。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。神回です。神回。